スービーズ公、シャルル・ド・ロアンは、フランスの貴族、軍人。ロアン・ロアン公、1758年より、フランス元帥の地位にあり、ルイ15世とルイ16世の2代にわたって、大臣を務めた。報道者として、悪名高かった。1715年、シャルルは、ベルサイユで誕生した。父は、スービーズ公、ジュール・フランソワで、 王立敬語隊の憲兵隊大佐であった。1724年に両親が共に天然痘で亡くなり、妹のマリー・ルイーズと共に孤児となった。彼は祖父、エル・キュール・メリアデックの元に託され、同い年のルイ15世の遊び相手として、宮廷で育った。彼はルイ15世に伴われ、1744年から1748年に、かけての遠征に参加した。 自身の軍事才能以上の弱たりうまさゆえに、軍人として出世を重ねた。すぐ後に七年戦争が勃発すると、王の愛称ポンパドゥール夫人の影響力を通じて、彼は二万四千人の兵を率いたが、1757年11月に、ロスバッハの戦いで大敗を起死した。軍人としての経歴後期には彼はさらに幸運であった。 彼は1763年のパリ条約まで軍務を続け、その後は普通の旧帝人、またはパリで流行の先端を追う人物として生きたのだった。有名な首飾り事件に同族のロアン・スーキ教が関わっていたことから大臣職を辞して引退を余儀なくされる。1787年、71歳で死去した。三度の結婚で2条を設けたのみであった。 彼は、ロアン家の分子の最後の男子であり、1804年に、処刑された、アンギャン・コール・イ・アントワーヌは、総尊にあたる。最初に、ブイヨンエマニュエル・テオ・ドーズ、ドラ、トゥール・ドーベルニュの、娘アンヌ・マリー・ルイーズと結婚し、一条を設けた。二度目に、カリニアののを、ビットーリオ・アメデーを一世の娘アンヌ・テレーズド、サボワ・イ・コール・カリニャンと結婚し、一条を設けた。 三度目に、ビクトリア・フォン・ヘッセンド・ドーテンブルクと結婚したが、子供はいなかった。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、装備セ・ベンジャミン・デロワン、ドゥックデ、インスイクロープディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。